アナンブラ州はナイジェリア南部の州。州都はアウカ。最大都市はオニチャ。アフリカで最も人口密度が高い地域の一つである。旧アナンブラ州は1976年に東部中央州を旧イモ州と南北に分割する形で設置され、州都はエヌグに置かれた。アナンブラの名はニジェール川砂岩の支流アナンブラ川の流域であることから名付けられた。 1991年に東部がエヌグ州に分割され、州とはアウカに移された。1996年にはエヌグ州とアビア州からエボニ州が分割された。その他、北に、コギ州、西に、デルタ州、南西に、リバーアッツ州と接する。オニチャとデルタ州アサバの間には、ニジェール川本流が流れニジェール峡がかかる。最大かつ多数の民族はイボ。 ついでいがら、少数民族にアドゲがいる。医師出身のクリスンギネ知事は、数度にわたるクーデター未遂事件で2003年7月10日には、誘拐され、2004年11月29日にも暗殺未遂事件が起こり、アナンブラ州政府施設を警備する連邦警察部隊との共謀により雇われた放火犯により、集会員と他の個人所有の公的施設が燃やされ400億。 内裏の損害を被った。2006年3月15日、連邦控訴裁判所により2003年の選挙が無効とされ、ギゲは失職し、ピーター帯が公認となり、同年3月17日に就任した。帯に違法行為疑惑が持ち上がり議会による弾劾手続きが進められ、2006年11月3日より一時的に、バージニア A シャバが知事代行を務めたが、 高祖陣で弾劾が無効となったため2007年2月9日に、帯が復職。当初、帯は失職した逃げの残り任期を務めていると、見なされていたため、無効となった2003年の選挙から4年後の2007年に、選挙が行われエマニュエル・ナムディウバが当選した。敗北した帯は、自らの任期は2006年3月17日からの4年間で、あると訴え出た。 裁判所がこの主張を認めたため6月14日に帯は知事に復職し、任期は2010年3月17日までとなった。ウバは14日で知事職を取り消された。2013年11月16日の知事選挙で元銀行家のウィリー・オビアーノが当選、翌2014年3月17日に知事に就任。 2017年11月18日の知事選挙で再選。アナンブラ州行政区分アナンブラの主要都市は、アウカ、オニチャ、ネワイ、オボシ、イヒアラ、ウリ、オトオチャ、ミアタナ、アウクズ、アタニ、イチダなどである。1991年以降のアナンブラ州の地方行政区域は21ある。アウカはナイジェリアの金属加工と木彫工芸の中心地である。 オニチャには西アフリカで最大規模の市場がある。油屋市、トウモロコシ、ベイ、ヤムイも、キャッサバが主な農産物である。漁業も盛んである。アウカにナムディアジキウェ大学、ウリにアナンブラ州立大学、オコニ連邦公会員、ムスグベニムアホルオリズ教育大学がある。イグバリアムにあった農業大学は州立大学の農学部へと統合された。 アナンブラは、識字率が高く小中学校の数も多く、高等教育が限られるナイジェリアで、大学受験資格者の数が最も多い。ありがとうございます。